優しい腕時計 YouTube チャンネル腕時計のある人生の RY です。ラジオ関西アナウンサー春名優輝です。この優しい腕時計という番組なんですけれども、たびたび話題に出ています高級腕時計、特に機械式の腕時計は親子だけじゃないな3世代以上にもわたって引き継ぐことができる存在であるという、まあ、資産性永続性について投稿してきましたよね。そうですね、まあ、それが高級腕時計の魅力の一つだということをアピールしているわけですけれども、そうした中リスナーの方から気になるこんなメールが届きました。紹介していきます。まずメールありがとうございます。ありがとうございます。RY さん、春菜さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます。私事ですが、先日第一子となる男の子が誕生しました。めでたい。おお、めでとうございます。おめでとうございます。まだ気が早いですが、この子が成人した時に手持ちの時計の中からセイコーのダイバーズ SBDC101 を贈りたいと考えております。この時計を選んだ理由は、使いやすいデザインやスペック、メンテナンスの手軽さに加え、この時計は婚約指輪のお返しとして妻からプレゼントしてもらったというエピソードがあり、両親とのつながりが深い時計だからこそ大切にしてもらえると思ったからです。この時計をきっかけに時計好きになってくれないかなという下心も大いにあります。 RY さんや春菜さんは将来お子様が生まれた時、贈りたいと思っている時計はありますか？手持ちの中からでも将来的に買おうと思っているものでも構いません、教えてください、ということなんですけれども、まず男の子の誕生がめでたいのと同時に、成人した時に時計を贈るっていうのは素敵ですね。いやー、素敵ですね。これこそもうやっぱり腕時計の醍醐味だなと思ってて、まさにね、腕時計のある人生、それがまあ引き継がれていくっていう感じがしていいですよね。そうですね、この方はだから今自分がいろいろ持っている腕時計の中から、もしこの時計を、生まれたお子さんに贈るとしたらこれかなっていうふうに選ばれたということですね。いや、そうですよね。いや、エピソードも素敵ですよね。その婚礼返し、指輪のお返しに奥様に買っていただいて、でそれが子供に引き継がれるっていう、まさにこう、まあ、ファミリーのっていうか家族の絆を象徴するような時計になるんじゃないかなと思って。いや、そこもいいですよね。お父さんお母さん、ね、その子からしたらお父さんお母さんの、まあ、エピソードというか、大切な思い出も詰まったものを、まあ、引き継ぐ、あと20年後の話だから、ちゃんとメンテナンスをして大切に大切に扱って、それを渡す時のまたこの送ってくれた方の心境というか、責任を持って次に受け継ぐんだっていうバトンを渡す感じも素敵ですよね。いや、本当にそうだと思います。でやっぱダイバーズウォッチなので、やっぱ20歳の男の子って言ったら、まあいろいろ遊びに出かけたりすると思うんですよね。だからやっぱそういうハードなダイバーズウォッチっていうのは、本当その20歳男子のライフスタイルにもすごくこうマッチすると思うし、このね、あの SBDC101 って結構こうスタイリッシュでシュッとしてるんで、そうですね、まあ、都会にも似合うし、本当オールマイティーな時計だと思うんで、まあそういうスペック面から考えてもやっぱ本当ベストチョイスだと思いますね。今が2023年で、この SBDC101 がそのセイコーのファーストダイバーに由来しているというか、インスパイアを受けているっていうことを考えると、今2023年時点は全く古さを感じない、もうダイバーズウォッチのもう祖みたいな、原点みたいなデザインで、多分2043年か20歳になるとき多分変わってないよね。あ、18歳かもしれないけれども、2040年ぐらいで多分変わってないと思う。全然変わってないでしょうね。もうそれこそファーストダイバーなんて1965年に誕生したモデルですから、はあ、もう今から60年ぐらい前のデザインですよね。それが今をもってしても全然古さを感じないし、それどころかスタイリッシュに見えてる時計なんで、まあ、おそらく20年後ももう不変のデザインなんじゃないかなと思いますね。話せば話すほどいいね。なんかいいチョイスだなと思うようになってきた。いい、本当にいいと思いますね。PS がついています。追伸、この時計 SBDC101 は
今年1月2023年の1月にセイコーのトークイベントの際にも着用していて、我々がやりましたよね、顧客さん向けにクローズドの限定のトークショー、ね、はい、トークイベントやったんですけれども、イベントの後 RY さんとお話しした時にかっこいいと言っていただけたというエピソードも加えて伝えたいと思います。だってうわめちゃくちゃ嬉しいですねそれ。RY さんがその20年後もあの RY さんっていう風に言われるような存在であり言われるよりなんか頑張らないといけないわけですねそうですよ、もうあと20年間は走り続けないといけないという、そうですね、いやでも嬉しいですねなんかそういうのも伝えていただけるとですよね。いや本当にありがとうございます。ということで今回は子供に腕時計を残すなら引き継ぐならどういう時計を選びますか、こちらについて真剣に話していきたいと思います。優しい腕時計。さてこのメールを送ってくれた方は、新しくプレゼントのために買いますか、それとも手持ちから引き継ぎますか、どちらでも構いませんよというふうにされていますけれども、そうですね、せっかくだからどちらのパターンでいきます。そうですね、手持ちから引き継ぐって感じですかね、うん、まあそうなるか今のところ、うん、はい、まあでもあれですよね、新しく子供が生まれた記念に買う人もいますよね。まあそうですよね、それもあると思いますね、うん、使わずに置いておくって話も聞きますけれども、二十歳で譲る、まあまあ成人か、だから28歳とか二十歳とかその時は分からんけど、うん、で譲るって結構聞きますよね話でね。まあそうですよね、二十歳って結構一つの節目、大人になるっていう時ですし、うん、まああとは何かな、入社、社会人になった時のはいはいはい、はい記念とか、まあ、あとは30歳とかっていうのも聞いたりしますね。30歳記念とかでも聞いたりしますね。でも30記念とかってどちらかというと、うん、自分で買うイメージがあるじゃないですか。まあ確かにね、もう仕事し始めてしばらく経ってますから、そうまあ、自分で買うっていうのもあるんだよね。高校入学、大学入学、うん、成人、まあ、社会人、そうですね、なんかそれぐらいになってくるのかなと思いますよね、うん、やっぱそうですね、二十歳か社会人、まあ、大学卒業、まあ、高校卒業からの社会人とか、まあ、そういうぐらいがプレゼントというか、まあ、ベストというか、うん、ね、ちょうどいいのかなっていうような気もしますよね。私の周り多分ね、親が水産会社の社長なんていう話を聞いたことがありますけど、その息子とまあ友達だったんですけど、高校時代の友人で成人式の日に、私の記憶ですよ、その当時腕時計のこと知らないけど、黒と金のコンビネーションのロレックスのサブマリーナをつけていたイメージがあるんですよね。で親からもらったっつってたイメージがあって、印象があって、なるほどね、なんかその時はかっこいいなと思ったけど、今思うと、うん、はい、まあ分不相応というかっていう感じもあるだろうから、うん、そのあんまり高いもん送りすぎてもなっていう感じはするにしますよね。まあそうですよね、うん、あとはやっぱその素材感っていうのあるかもしれないですね。ゴールドっていうのは、まあ、なかなかこうかっこいいけど年を取ってより渋みを増してくるっていうような気もするので、そうね、かっこいいんだけどね、うん、いやかっこいいと思います。でやっぱ水産会社っていうところにやっぱサブマリーナってこの海つながりっていうのが現れていいなと思いましたし、うんうん、あとはやっぱりなんだろうな、その世代の親父さんって、うん、やっぱこうバブルとかを経験してきてだね、うん、で本当にこう時計といえばロレックス、ロレックスといえばこのゴールドのこうまさにこう富の象徴みたいな感じの時計が一番流行った時代じゃないかなって思うので、うん、はい、なんかそのチョイスも時代感とか現れてて、そう、ね、僕はすごい、うん、いいなと思いましたけど、確かに20歳でって考えるとなかなかにハードルが高そうな時計ではあるなって思いましたね。ですよね、うん、まあでもそのデザインも言ったらお父さんが若い時に買ったものだから、言ったらちょっと前のモデルになっていて、現代に、現代のファッションと合わせる時になかなか難易度が高かったりするかもわからないので、まあその考えるべきは普遍的なデザインであったり、まあ永続性、
こういったこともキーワードになってくるのかなと思っていて、さっきの話に戻ると、成功のダイバーズはデザインも、それから中のおそらくムーブメントなんかも、まあ、世界の成功ですから、なんとかなるんだろう、20年後18年後もなんとかなるんだろうという気がしますね。まあそうですね、まあ、たとえ成功で、ね、あの生産終了してパーツ置いてないですみたいになったとしても、まあ、町の時計屋さんというか、修理技師に依頼すれば、まあ、直して使っていけるだろうっていうモデルだと思うので、まあ、そういう意味では永続性も高いなと思いますよね。まあ、手持ちから上げることを考えた時ですよね。新たに買うのではなく、買ってプレゼントではなくて、買っていた持っていたものをあげる場合、RY さんなら今この今30過ぎの RY さんが考える、うわ、どうします？いやめっちゃ悩ましいけど、まあパッと思いつくのはロレックスのサブマリーナ。サブマリーナなんだ。サブマリーナはね、やっぱりやっぱこう僕が時計好きになった原点的な時計なので、まあ、それを継承したいっていう一番思い入れのある時計なんで、それを送って、で自分はもう一本自分用に新しいロレックスを買い足すっていう、で親子でロレックスペアみたいな。でもあげちゃうんだよ一番思い出のある。そうなんですけどね、腕時計がなくなっちゃうってなると、そう寂しい気はするんですけど。寂しそうですね今もね表情が、ちょっとね本当に悩ましい、でそこ行くか、もしくはまあ成功の SKX007、 自分が本当にこう社会人になってこう最初の頃下積み時代こう一緒にこうハードワークしてきた戦友、成功 SKX をオーバーホールに出して彼に子供に譲るか、どっちかかな。でもオメガの C マスターもいいな。SKX は一回失敗してますよね、あのご兄弟かなんかに譲ろうとして忘れられなくて戻したっていうね。そう子供ね、そうそう弟にあげたんですけど、やっぱごめん返してっつってそれめっちゃ好きなんですよその話、人間らしくて RY さんいやーあれはね、いやそうだから失って気づくなんか良さっていうのもあるし、いやーでもねこのそれかな、サブマリナか SKX か。ご両親とかからもらったことはある、あるんですか？ないですないです。僕の両親は全然時計に興味がなくて。ああそうか。そうそうなんですよ。だからよく時計好きになったきっかけのエピソードとして、親父からもらいましたとか、すっごく羨ましいんですよ。羨ましいですよね。そういうきっかけで時計好きになりたかったなっていうのがあったので、だから自分は子供にそういうのを送ってあげたいっていうのはありますね。意外とねうちの父親は、今思うと結構昔から腕時計に何と言えばいいのかな、結構ミーハーなんですよね。ブランド好きというブランドもの、あの別に普段服装がブランドものとかではないんですけど、昔あの F1 をずっとモータースポーツ大好きで、アイルトンセナとタグホイヤーがずっとコラボレーションというか提携していて、めちゃくちゃ今考えると古いけどタグホイヤーのリンクのクォーツモデル、今考えるとすっごい小径のちっちゃいモデルで、金とシルバー、ゴールドとシルバーのコンビみたいなのをつけていたのを思っていて、僕それね、なんか就職活動とかにもつけていった記憶あるのよ。最近まであったんだろうけど、でそれどうしたのっつって欲しいなとも思うじゃないですか、じゃあなんか売ったみたいな話するんですよね、あんま物に執着ないんですよ、好きだけど、なんかグランドセイコーの、クォーツのモデルも持ってたけどなんか売ったとか言ってたし、で今手元にあるのが 50歳かなの記念に買ったオメガの、C マスターで、それはなんかお前にやるわみたいなことは言ってくれてはいるんだけど、そうそれぐらいで、なんかね置いとけよと思ったね、その話を聞いた時にくれよ、あの買い取るよっつってなるほどなるほど、下手したら、まあ確かにね、別に金に困ってたわけじゃないんだろうけど、本当に執着がなくて、このとこ聞かせたかったね本当ねお前大事にするぜっつって人から人にあげたら、本当そんな感じだね。
じゃあそうだね。いやだから、まあ、ですよ。そう、まあ、このね、時計のいいとこっていくらかにはなるじゃないですか。なるなるなる。服とかと違って。だからまあ最悪受け継いで子供がいらねえやってなったら、まあそれ売れば、まあそのお金になってそのね時をこう助けてくれるっていうかね、ピンチの時をしのげるお金にはなると思うし、うん、まあ、そこもね、まあ時計のいいところかなと思うし、うん、まあ僕の子供が仮にじゃあサブマリーナ売ったわっつったら、まあそれはそれでもうお前のこう判断だっていうことで、まあそれはそれでいいよって言ってやろうかなと思いますけど、ね、ほいえる？いや分かんない、無理だな分かんないよね。うん、分かんない。私どあのね、うん、このトークを知っていてなんだけど、うん、あの上げられるだろうかってすごい不安だけれどもね。あ、そうですか。うん、いやその自分の持っているものを引き継げるかっていう、あのこの番組のシャープなんだったかな、何回かでも話しましたけど、パティック・フィリップのキャッチフレーズで、はい、あの気持ちを刻み込んでその時計は受け継がれる、父から子へ、はい、世代から世代へっていう、もう有名なキャッチフレーズがあるじゃないですか。何世代にもわたって、はい、でもっと言うとずっと修理し続けてくれるっていうのを保証しているブランドでもあるから、はい、うん、そういうのを考えれて、もちろん受け継いでいくっていう選択肢もあるんだろうけど、なんかその判断ができるかがすごく不安で、つまり自分の今所有物だから、それを誰かに使ってもらおうっていう判断に至れるだろうか、うん、そこまで大人になれるだろうか、まあ、子供もいないから分かんないけど。あ、なるほどね。それはそのメンタル的な問題ってことですか。その愛着が時計に湧いててってことですか。そう。あ、なるほどね。自分のものだしってなっちゃう。 まだまだ若いな、考えが青いわ今話してて思ったけどそんなことないですよ。でも子供への愛情が上回るんじゃないかなと思うんですよね、うん、多分かな、時計への愛情よりも。そしたら惜しげもなく与えられるんじゃないかなって気はするんですけど、うんうんうん、どうなんだろうな。まあ、そうこればっかりは分かんないけど。分かりませんね。まあだからそういった場合には、うん、なんかこう買ってあげるとかね、新しく。まあそうね、それがいいんじゃないかな、うん、で入り口としてそれで入ってもらって、もしこいつだったら大事に使ってくれそうだとか受け継いでくれそうだってなったらあげるとかね、まあ、現実的なところがそこになるのかなと思いますね、うん、ね、そう。もしその僕が子供が生まれた時、結婚もしないやつが何言ってんだって話ですけど、それを、まあ男の子としましょうか、まあ私がそうだから、で仮定して、もしその記念に買ってこれを二十歳とか成人とか、そのこいつが結婚する時に譲ろうっていう場合は、僕はジャガールクルトのレベルスを選びます。それまでは自分で使って、はいはいはい、でまあまあ絶対的にあの世界三大と、IWC とジャガルクルトも永久保証してくれるみたいなところが聞かれるので、はいろいろ、はい、考えた結果、やっぱ自分が一番欲しい、うん、今いっぱい一番欲しいのはレベルソなんですけど、no. にするかなと思いますね。なるほどね。新しく買うならね、まあ、うん、アイコニックだしね、変わらないでしょうし。RY さんだったらどうします、もしお子さん生まれました、その子にあげることを考えて新たに買い足す、まあ、別に一本ルールとかなしでもいいですよ。うわ難しいな。その子のものだから、その子のものだからね、うん、それは要は生まれた時に買って、で20年間自分で使って、その子が二十歳になったら、うん、あの譲るってことですよね。そういうこと、そういうこと。うわ難しいな、新しく買い足すパターンか、うん、ここからね。いや、うん、それはパテックフィリップとか行けたらいいですけど、いいよね、現実問題、うん、パテックって欲しい時に買えないじゃないですか、ほとんどね今。そうは、はい、オーダーしてから順番待ちで、うん、だからその間に子供1歳2歳3歳になってる可能性高いし。そうね、子供が生まれてこれからお金が必要な時にその何百万円っていうのは現実的ではないしね、子供の人にとって、うんうん、かといってロレックスコレックスかな、ロレックスでも買えないしな、でもロレックスかな。オイスターパペチュアルとか、オイスターパペチュアルとかエクスプローラーとかね。ああ、そうね、うん、その辺になってくるのかな、やっぱりロレックスって自分の中ですっごい大きなウェイトを占めていて、やっぱそれをもとに自分が時計好きになった本当オリジンなんで、子供にも時計好きになってほしいって思うと、やっぱりロレックスシリーズ、ロレックスの中で何かかなっていう感じはしますね。なるほどね。
なんか聞いた話というか、よく SNS で見る話で、子供が生まれたからその子供の、うん、あ、名前を保証書に書くみたいな話聞く。あ、なるほど、ね、その子のものとしてお父さんが、はい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 、使う、お母さんが使うのか、それとももうそのまんまずっと霊安書で保管するのか知らないけど、それはいいなと思う。だってまあ現実的な話をすると、その高いものを送るときは贈与税が発生するとかいう話もあるけど、もうそんなのは今日置いときましょう。もうロマン、はい、ロマンとして今日は投稿してきたということで、本当腕時計一つにはさまざまなストーリーがあって、ぜひ今使っている時計をお子さんに譲るとかね、それをまたずっと使い続けてもらうとか、どこかで世代交代するとか、そういったことも皆さん考えてみてはいかがでしょうか。優しい腕時計。いかがでしたでしょうか。リスナーさんからのメールをきっかけに始まった今回のトークでございましたけれども、最後もう一つ紹介させてください。30代前半の女性、なっちゃんさんです。ありがとうございます。この前、長年勤めている会社からボーナスも兼ねてオメガコンステレーションの時計をいただきました。文字盤に12個のダイヤがあしらわれていて、とてもキラキラしていて気に入っていますということなんですが、アルバイさん、会社からオメガですよ。いやー、すごいすごいですね。なんて素晴らしい会社なんだろうと思いますね。しかもダイヤもあしらわれてるっていうね、うん、まあ、結構な金額の時計だと思いますけども、素敵だと思いますね。ね、本当に今日のトークを振り返ってみて、うん、お祝いの気持ちとか感謝の気持ちとか、うん、あとはお疲れ様っていうねぎらいの思いとか、そういう人生の節目節目の大切な思いを乗せて相手に送れる、それを相手もずっと大事にしてくれるという、それが腕時計の魅力だなということを改めて感じましたね。いや、本当にそうですね。時計ってやっぱ贈り物としてもすごい素敵だと思いますね、うん、はい。この番組で紹介した情報はラジオ関西のトピックスサイト、ラジトピでも詳しく読んでいただけます。番組の SNS の URL などと合わせて概要欄にリンクを貼っておりますので、ご覧いただきたいと思います。さて、ここでお知らせです。2022年6月から配信してきたこの番組、優しい腕時計ですが、今回でレギュラー配信一旦終了と相なりました。リスナーのあなた、そして RY さん、お付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。いや、本当にね、非常にこう楽しかったので、また機会を見てね、はい、まあ、特番とかでも復活できたら嬉しいなと思いますね、うん、いろんな人の話を聞いて、人生を聞いて、さっきの話じゃないですけれども、その腕時計を一つ取って、その人のストーリーに迫るみたいなことが今後できればいいかなということを思っております。通常放送は54回、番外編とかもありましたからね、それを合わせるとそれ以上になりますけれども、本当にありがとうございます。レギュラー配信終わるとは言いましたけれども、過去のアーカイブ1回目から、もっと言うと0回目から、これからも全話無料で世界中どこにいてもお聞きいただけます。それからさっきも言いました、ラジオ関西のトピックスサイト、ラジトピの記事も残り続けるということですから、機会がありましたらアクセスよろしくお願いいたします。私の YouTube チャンネル、腕時計のある人生はですね、これからも配信を続けていきますので、どうぞ覗いてみてください。はい、ということで、ラジオ関西ポッドキャスト、優しい腕時計、お相手は腕時計 YouTuber の RY と、ラジオ関西アナウンサー春名優輝でした。ご愛聴ありがとうございました。